次に石灰化の評価の解説をします症例を用いて解説していきます症例は60歳代の女性診断は下壁の亜急性心筋梗塞ですでに右冠動脈に対しては治療が完了しています今回の標的病変は回線紙ミッドの病変ですまず CAG をご覧ください CAG では左回線子のミッドの病変に前後に石灰化の分布を認めますが決して高度ではなく PCI の支障になるようには見えません病変も比較的フォーカルで PCI の難易度としてはさほど高くないのではないかと推測されますここで CT を確認してみましょうまず CT の説明の前に この CT 画像は、造影剤を用いない非造影 CT 撮影を行っています。すでに冠動脈造影が行われて、内腔の評価が不要な場合には、必ずしも造影剤は必要ではありません。このように、切開化だけを評価する目的であれば、造影剤を使わない非造影の撮影を行っても十分、切開化の評価は可能です。 ただしこの時に重要になるのは病変と石灰化の極在を理解することですご覧のように非造影の検査においても肝動脈の輪郭はある程度確認できます例えば赤色で示す OM ブランチは CT でも同じような枝が確認できますそして次に黄色で示す 比較的小さな OM ブランチも CT で確認が可能ですその末梢には分岐部が存在しますが青色の矢印で示したように PL ブランチが明瞭に確認することができますそうすると最も強作度の強い部位というのはご覧になってわかるような高度の切開化の部分になります高度な切開化の部分は非常に原曲性で その近畿部の切開化はさほど高度な切開化ではないように見えますがそれを単軸画像で評価していきたいと思います。この高度な切開化の近畿部から単軸画像を見ていきます。切開化評価で非常に重要なポイントは通常のウィンドウレベルとウィンドウ幅で確認すると切開化はアーチファクトのために。 本来の切開化のサイズよりもかなり大きく見えます従いましてウィンドウレベル、ウィンドウ幅を通常よりも高く設定することでアーチファクトを減らし本来の切開化の形に近い大きさにして確認することが必要ですこのスライスでいうと上の短軸画像が通常のウィンドウレベル、ウィンドウ幅ですこれをグッと 数値を上げてあげると、このようにアーチファクトが減り、本来の切開化に近い形が確認できます。そうすると、向かって右側に比較的切開化の薄い部分が確認され、中心に非切開化組織が見えます。こういった病変では、バルーンで拡張することで、ある程度、 良好な拡張が得られれると推測されますただしこのスライスは先ほどのスライスと違い通常のウィンドウレベルウィンドウ幅で見ると血管の断面積がすてて石灰化で覆われているように見えますしかし血管造影でご覧になってわかるように完全閉塞病変ではありませんから血管が全て石灰化で覆われているわけではありません。 この画像をウィンドウレベルとウィンドウ幅を上げて確認すると、下の断面のようになります。下の断面では、その石灰化の中心部にぼんやりと薄い部分が認められ、ここが非石灰化組織であると推測されます。すなわち内空です。こういった石灰化の病変の場合、バルーンでの拡張性が非常に悪く、 ローターブレーターを必要とすることが少なくありませんこの所見が示すのは全周性の切開化で切開化が非常に分厚く内腔が非常に狭いということを示していますさらに末梢では比較的全周性の切開化には見えますが通常のウィンドウレベルとウィンドウ幅ですでに内腔が確認できますので こういった切開化に関しては比較的のの内部の非ススペーがが広いい場合が多いですこういった所見でバルーンでの拡張性が悪くローターブレーターが必要になることも時としてありますが通常のウィンドウレベルとウィンドウ幅で石灰化の内部に非石灰化組織が確認できればローターブレーターが必要でないことが多いように 感じています実際にこの症例では2ミリのハイプレッシャーバルーンで28気圧で拡張を行いましたがご覧のようにインデンテーションが取れませんでしたそのため1.5ミリのローターブレーターでアブレーションを行っておりますその後のアイバスではご覧のように 先週性の切開化が確認されましたその後は型通りに全拡張を行いステント留置を行って終了しています CT では非常に多くの切開化が確認されます先ほども申し上げた通り通常切開化にはブルーミングアーチファクトを伴っておりますので 本来の切開化よりも大きく見えます頻繁に確認できる切開化の中で注意する切開化はどういったものかということを評価していくことが重要だと思いますさまざまなタイプの切開化が確認されますがその中で上の段にお示ししたような切開化の場合比較的問題にならないことが多い印象です しかしバルーンで拡張できなかった病変もしくはワイヤーは通過したけれどもそれ以降のデバイスが通過しなかった病変こういったものを CT で確認していくとこの3つのパターンが注意すべき所見だと考えています。左側のの化化は、比較的小さな欠陥にに、が収束し、その中心に 内空が存在するであろう石灰化ですこの病変はワイヤーが通過しましたがその後いかなるバルーンも通過しませんでした次に真ん中の全周性の石灰化ですがこの石灰化はさほど問題になることは多くありませんただし時としてバルーンの拡張性が悪く目的とした血管系が獲得できない場合があります最後に 右側の画像ですが、このような結果の断面がすべて石灰化で覆われているように見える石灰化の場合には、バルーンの通過性が悪い、もしくはバルーンは通過してもバルーンで拡張ができないといった非常に困難な石灰化を示していることがあります。我々はこのような石灰化をフルムーンタイプと呼んでいます。このような石灰化が確認された場合には、ローターブレーターが必要になる可能性が非常に高いと、 思思っていいたただきたいと思います一方上の段に認められるようなシングルマスタイプそしてセパレートマスタイプこのように石灰化が収束したものに関しては問題にならならいいことが多い印象です C 型の石灰化も同様で一部非石灰化組織がありますのでバルーンで拡張すると比較的良好に拡張することができます。 このように切開化病変をを詳細に評価すすするるここととででローターブレータブレの必要性を予測することができますただしこれはある一段面での評価ですので長軸方向の石灰化の分布を考えると必ずしもローターブレーターは必要でないかもしれませんがローターブレーターをした方がいいといった病変は多くありますので従って CT ではローターブレーターが必要であろうと推測することはできてもローターブレーターが不要であるとは言い切れませんその点はご注意ください